今週の計測タイム。というわけで、あっつんです。ダイエット宣言をして3週間、先週までは順調に体重が減っていきましたが、そろそろ体重が減らなくなってくる頃、さて今週は一体どうなったのか測ってみましょう。はい、75.4 ビゲン。いや、やっぱ減らなくなってましたね。っていうか今週食べる飲むばっかりで、あまり動いてないですからね。やっぱそれも良くない。あとね、筋肉も落ちちゃってるんじゃないかな。代謝が悪くなってる可能性もあるので、ちょっと筋トレに重点を置いてこれからやっていきたいと思います。目標は痩せるだけじゃなくて昔の体に戻ることですからね。鍛えていきます。なんか飽きない筋トレをしなければならない。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow!